1970年代、東映が誇る数々のヒーローを演じて、子供たちを虜にしていった俳優、宮内博さんについてご紹介します。宮内さんは1947年6月14日生まれ、東京都杉並区のご出身です。高校を卒業したら、丹波哲郎さんの弟子になろうと決めていましたが、 丹波さんから進学することを勧められ、日本大学小学部経営学科へと進むことにします。大学に進学しても俳優になる夢を持ち続け、1968年の東映第12期ニューフェイスに合格すると、翌年の1969年にアー中心蔵でデビューを果たしました。 東映ニューフェイスとは、新人を発掘するために、映画会社東映が行っていたオーディションで、宮内さんが採用された翌年の第13期で終了しています。1970年に入って、ドラマキーハンターにゲスト出演するチャンスが舞い込み、これが一つの転機となりました。熱演ぶりが気に入られ、 準レギュラーに昇格することができたからです。キーハンターは、丹波哲郎さん演じる元長報員黒木哲也を中心に、6人のメンバーが悪に立ち向かう、東映のアクションドラマで、特に、千葉真一さんのアクションスタントで人気を博していました。宮内さんといえば、空手、柔道、剣道、 乗馬、スキューバダイビングと運動系で様々な特技を持ち、アクションスターのイメージが強い俳優さんですが、そのルーツはこのキーハンターにあると言ってもいいでしょう。千葉慎一さんとの出会いが宮内さんの目指す俳優像をより明確にしたのです。しばらくアクション俳優として奮闘する日々を過ごしていると、 ドラマを見ていた仮面ライダーの制作人が宮内さんに興味を持ち始め会ってみたいとコンタクトを取ってきました。しかし当の本人には何も知らされておらず、連日のロケで忙しいさなか急にスタッフから明日休みをやるから毎日放送へ行けと言われます。訳もわからず局へ赴くと、 到着するなり知らない人から呼び捨てにされ、気分を害した宮内さんは、ふてぶてしい態度をとっていました。後になって分かったことですが、呼び捨てにした人は、平山徹さんという初代仮面ライダーの時から撮影に関わっている方で、宮内さんが所属していた東映の部長でもありました。結構なお偉いさんだったんですね。 平山さんは当時を振り返って、宮内はドアを蹴破って面接の部屋に入ってきたと証言していて、それくらいの勢いがあったという例えなのでしょうが、何にしても宮内さんを見て迫力があっていいということになり、仮面ライダー V3、風見志郎役に起用することにしました。仮面ライダーの出演が決まったことを、 師匠の丹波さんに報告すると、丹波さんは着ぐるみを着て演じる仕事だと勘違いし、あまり喜ばれなかったようです。また、香港の映画会社、ショーブラザーズとの契約が決まりそうだったこともあり、丹波さんは東映の社長に、仮面ライダーから宮内を降ろしてくれと自談判したと言います。しかし、 その訴えは聞き入れられず、ショーブラザーズとの話も破談となりました。宮内さんは、もし香港へ行っていたら、違う人生になっていただろうと語っています。主役に抜擢されたものの、仮面ライダー作品を知らなかった宮内さんは、その頃の価格で30万円もするビデオデッキを購入し、 仮面ライダーのビデオを見ることから始めました。そうやって望んだ撮影でしたが、初日早々、点灯して撮影用バイクを壊してしまいます。練習もなしに、初めて 750cc の大型バイクに乗ったので、アクセルの感覚がわからず、深しすぎてしまったのです。スタッフから、おいおい、 大丈夫なのかあの新人。という声が漏れ聞こえてきて、とても悔しかったという宮内さんは、少しでも多く撮影用バイクに乗るように心がけました。やがて乗り慣れてくると、両手をハンドルから離せるまでになり、バイクを走らせながら変身ポーズを取ることを思いつきます。撮影中、試しにやってみると、見事に成功し、 本番に採用される運びとなったのです。宮内さん発信の撮影アイデアは他にもあって、爆発シーンでの火薬を増やしてほしいとスタッフに頼み込んでいました。とにかく変身前、つまり自分が演じている風見四郎のアクションシーンを目立たせたい、増やしたいという思いが強かったようです。おかげで、 V3 になってから使う火薬の量が3倍になり、制作費が跳ね上がってしまいました。とはいえ、仮面ライダーシリーズにとって爆破シーンは見どころの一つですので、制作人側もやりすぎてしまうことがあり。デストロン四国占領作戦という回では、撮影地の島にひびが入ったという嘘のような話まで残っています。 新しい試みに次々とチャレンジした V3 は、まずまずの視聴率を維持し、人気も上々でしたが、もともと予定されていた1年で終了してしまいました。続いて、秘密戦隊ゴレンジャーの青レンジャー、神明明役をすることになった宮内さんは、V3 の風見四郎が演じていると思われないよう、歩き方や細かい所作まで変えて、 神明明を誕生させました。この青レンジャー時代にも危険なエピソードが残っています。ロープウェイの屋根の上で変身するというシーンでのことです。与えられた台本が面白くないと感じた宮内さんは、もっと上に登ったところで変身することを思い立ちました。ところが屋根よりさらに上まで登っていき、 とうと変身の掛け声を叫ぶと、運転手が驚いて、ロープウェイを緊急停止させてしまったんです。その反動で、危うく100メートル下の湖面まで落ちるところでした。さすがに死ぬかと思ったと話す宮内さんの両足には、勲章とも言える無数の傷が残っています。 特撮ヒーローばかりではなく、アクションドラマから時代劇まで幅広く活躍するようになってからも、子供たちを失望させないために体は鍛えていたという宮内さん。その無敵とも思える肉体にも病魔が襲いかかります。2006年から2008年頃でしょうか。正確なところはわかりませんが、 両足が冷えるなぁと感じていたら、ある日突然強烈な痛みが走り、病院へ行くと、閉塞性動脈硬化症と診断されました。閉塞性動脈硬化症というのは、足の血管の動脈硬化により起こる病気です。動脈硬化で血管が狭くなったり、詰まったりすることで、 足に十分な栄養を送ることができなくなり、放っておくと、えししてしまうこともあります。宮内さんの場合は、人工血管をつなぎ合わせるバイパス手術が成功し、大事には至らなかったものの、処置が遅ければ危険だったと言います。現在はすっかり回復されて、ちょい役でドラマに出たり、仮面ライダー1号、2号の 藤岡弘さん、佐々木健さんらとともに、イベントや特番に登場したり、ゆっくりと仕事をされているといった感じです。宮内さんには奥様と息子さんが一人いらっしゃいます。息子さんは中野区薬師アイロードで、飲食店バーヒーロー3を経営されており、写真を拝見したところ、 宮内さんに似たイケメンです。お父さんをとても尊敬し、特撮やヒーローの話ができる店があったらいいなあという思いから、バーヒーロー3をオープンさせました。店内では特撮ビデオが流れていて、特撮ヒーローに詳しくなくても楽しめそうですし、特撮ファンならコアな話で盛り上がれそうです。 宮内さんもお店にひょっこり現れることがあるというから、ますます行きたくなりますね。ヒーローとは子供たちに愛と勇気と正義と希望を与えるものとの持論を言うし、ヘビースモーカーにもかかわらず、子供たちが見ている前では、決してタバコを吸わなかったというほど、ヒーローのイメージを大事にしてこられた宮内さん。 講師ともに素敵なヒーローです。最後までご視聴いただきありがとうございました。